ということで、今回3チーム分けました。10代チーム、おーいいね、フレッシュフレッシュ。中堅チーム中堅か、このメンバーでもう中堅なのか、ベテランチーム、いやーさすがですね。はい、新内が28なんだ、ね、一番年齢出てる上、はい、28です。ああね、新内はもう落ち着きが落ち着きすごかった、落ち着きすごいよ。なんか自分で20代後半っていうのはあれなんですけど、言われるとやっぱあ結構いってるんだなって思う。いやそうなんだ、いやそうだよね、俺らもうそうなんだ、分かる。もう俺らなんてほんとクソジジイだもんね。クソジジイなんだよ今、クソでブワーッとかかったクソジジイの唾がすげえ村田さんもう近くも遠くも見えない、見えない。村田さんはもうこう携帯なんかもさ、もう目細めるとかじゃなくて、今さんガッて開けるタイプなんだよ、こうやって。この辺の字 もこれはやばい、こんななんだけど、これはこうもうずっとこんななの、ずっとこんなだってパフェとか食ってても奥が見えないんだからなのにパフェは食いたいわけ。パフェのさ奥って見たいじゃん。パフェの奥が老眼で見えない、奥が見えないから、はい。さあそしてですね、今回特別に我々もね、俺ら入っていいんでしょ。そうなんです、なんか元あるから、はい。我々も40代チームということで間がいないです。なことないじゃないか。あれ上がんない、弱いな、わかる。全然前世、はい、いや全然全然わかるよね今押したよね、押してんだろ、ね、なんで上がってないの、いけるいけるいける。さあこれ時間切れだったら違うチームに、もうこんなのあれじゃん、それそれそれ、時間いっちゃって、時間あるよ。いいよ、何、曲名も言わないといけないやつですか。基本は曲名言わなきゃいけない。あすかちゃん早く、もうこれ降りた瞬間次のチームの勝負だからね、これ。いいね、ミスチルのね、はい、ミスチルのせーの、イノセントゥモローネ、ミスチルさんのトゥモローネバーノーズ、横取りされた。分かんないから、それぐらいはいいでしょ。俺それ歌えるから。タイトルが分かんないから、それ歌えるから。タイトルはちょっと分かんないんだけど。あれだから、ちょっとガチャうるさい、うるさい。まだ終わってないから、答えるから。なんだっけ。ちょっと待って、うん、結構いいのしてんのよ。うん、オッケーオッケー、うん、いきます、答える答える、まあ、小袋のせーの、せーの、桜、やったよ、桜、どういけんのよ、わかるよ、俺らイントロクイズ大好きやもん、よしよっしゃ、これはいけるわ、わかるわ、これはいけるわ、せーの、オフショアガール、やったやった、白石のだ、はい、知ってるよ、そうか、あーね、あこれで結構並んだ、並んだね、いい感じ、オッケーナイスだです、いきます、オレンジレンジの花、花、オッケー、いや超嬉しい、超嬉しい、やった、ゆっ、わやっぱさすが10代チームいった、レモン、わあ、そっか2019か18来るんだ、いや今すぐ分かった、
あの後どうやって行くんだっけ。夢ならば、あ、そっか、歌からか。あ、正解聞ける。夢ならば、そうか、この言うね。あー、そうか。でも行けたな今の。中堅チームすげー盛り上がったけど、どうしたの。あのこれを歌ってる千鳥さんが面白いっていう。関係ねえだろ、関係ねえだろ。さあ30問題ですが、あ、なんか来たよマイクが。歌うの。全然いけるわ。俺は分かんない、俺はすぐダメじゃん。君をずっと幸せに風にそっと歌うよ。駐車場の猫はあくびをしながら。さあ歌い出しだから来てください。なるほど。すごい、また。え、いつ歌うの。わかった、あれか。あ、歌いたい。これすれ違う時の中で。あ、ついた。ベテランチーム。え、何これは。あ、聞いたことあるな。なんだっけ。ありがとう伝えたくて、あなたを見つめる。間違えねえな。いや、これはちょうだい、これはちょうだい。いや、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。じゃあ、持ち歌なのよ、持ち歌なのよ、持ち歌なのよ。あー、え、ちょうど1年前にあの道を通った。今何した何した、今何した。もう一回歌ってくんないかな。ちょうど1年前に。あー、どっちだろう。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。おい、くれよ、おい、くれよ、おい、くれよ、これはくれよ。なんでだよ。ちょうど一前にあの道を。本物、持ち歌なんだから。北川さん、持ち歌なんだから。持ち歌じゃないんだよ、カラオケで歌ったってことだ。歌わせてあげてよ、聞いといてよ。ちょうど一年前にこの道を通った夜。